皆さんこんにちは。主役の209系千番台トタ82編成です。今日は6月11日土曜日、ただいま夜の9時を過ぎたところです。今日はかの有名な東京駅の京葉線地下ホームに来ております。今日はこの後発車する走る場所を間違えたレア車両に乗っていきたいと思います。それではオープニングを挟んで本編といきましょう。ありがとうございます。次は西船橋に停まります。ということで、ここからは今回乗車する列車について手書き地図で説明します。今日乗る列車は、ここ東京から京葉線を走り、市川塩浜で武蔵野線方面へ分岐して西船橋駅へ行く、各駅停車西船橋行きです。これだけでは大して珍しくないのですが、今日乗る列車が珍しい理由は、その使用車両にあります。この図のオレンジの線は、基本8両編成の武蔵野線の車両しか入らないことになっています。しかしこの後の18分発の列車は、京葉線の赤い10両編成が使われる珍しい運用になっています。ということで、武蔵野線へ進食する場所を間違えた京葉線に乗っていきましょう。ということで入線を見るのですが、まあ京葉線はだいたい233系なので、心配はしなくて大丈夫です。そもそも赤い西船橋行きってだけでレアだと思うので。黄色いライトが見えてきて、なんてことでしょう。この子は可愛い可愛いケヨちゃんこと209系500番台ケヨ34編成ではありませんか。この子京葉線に一人しかいないんですよ。めったに会えない。なのにその子が1本の西船橋行きに入ってるなんて、マジ嬉しすぎる。ケヨ34が来てくれてめっちゃ嬉しくてついつい踊っちゃいましたが、この列車が京葉線の赤い車両が間違えて武蔵野線へ進入していく列車です。行き先表示もちゃんと西船橋に対応しています。ちなみに余談ですが、最近このチャンネル浜松町駅工事レポといい、この動画といい、進入系多いですよね。なんだかいいんだか悪いんだか、まあ余談はさておき、少し車両を見ていこうと思います。ということで車両の横に来てみました。西船橋行きも違和感ありありですが、それ以上に赤帯に囲まれて堂々武蔵野線と表示していることの方が、私にとってはには違和感があります。いやー、でもやっぱり209系のアイデンティティであるこの窓と赤帯と西船橋行きが揃うのなんて、月に1回くらいしかない激レアですからね。乗れて嬉しいです。それではこの列車に乗っていきましょう。武蔵野線西船橋行きまもなく発車します。ということで東京駅を発車して、西船橋行き京葉Qちゃんの旅が始まりましたよ。幅広車体の209系も、なんだか乗ってるだけで楽しいです。そういえばそこに209系限定の紙の路線図が貼ってありますが、西船橋はギリギリ対応しているみたいですね。ご乗車ありがとうございます。この列車は武蔵野線西船橋行きです。途中駅を通過し、待ち合わせ等はございません。終点西船橋まで先の到着です。ということで、急に入ってしまったのですが、日程放送をお送りしました。この後は少し飛ばして、発車メロディーという概念が存在しないことで有名な越中島到着からどうぞ。
ご乗車ありがとうございます。ということで夜の臨海部へと地上に出てきました。夜の撮影は何が大変って撮影者の顔が映ってしまうんですよね。でも景色としては綺麗だと思いますよ、雨さえ降っていなければ。ということで列車は走り、新浦安を発車したところです。そういえばこの列車、東京駅を出た時は1両に数人しかいなくて、空気輸送すぎて重量である意味が感じられませんでしたが、さっき舞浜駅で、ネズミの土産袋とかリボンつき、ネズミのぬいぐるみ持った人とかが恐ろしい数乗ってきて、少し立ち客が出るくらいになっています。ちなみに次の駅は市川塩浜で、その次は終点の西船橋なので、もうすぐ終点ですね。ということで、西船橋へ、赤い二巻雄で、いざ進軍、です。次は終点西船橋へ、終点の西船橋です。10番線到着します。お出口は左側です。武蔵野線府中大橋本線と、総武線各駅停車、ご利用のお客様。地下鉄、東西線と、東洋高速鉄道をご利用のお客様はお了解です。また、武蔵野線、府中大橋、失礼しました、府中大橋方面の列車、ご利用した方の向かいは、9番線からの列車です。お客様のお迎え、完了次第すぐの発車です。お乗り遅れなさいませんようご注意ください。繰り返します。武蔵野線府中大橋本面の列車、ホームの階は9番線からの発車です。お乗り遅れ完了次第すぐの発車となります。お乗り遅れなさいませんようご注意ください。対面乗り換えって便利ですよね。まあ、10両からすでに乗客のいる8両に乗り換えた時の混雑は見てはいけない気がしますがね。お出口左側です。引き続き武蔵野線府中大橋方面の利用客様、ホームの階が9番線からの発車です。お客様の乗り換えが完了次第の発車となります。お乗り遅れをなさいませんようご注意ください。また、降りた際のスタートを忘れ物をなさいませんようお手前にご注意ください。担当車掌、ご飯にともお客様でした。まもなく終点西船橋に到着です。お出口左側です。ということで終点西船橋に到着です。とりあえずホームに降りてみました。その瞬間雨に濡れました。西船橋駅には普通8両編成しか来ないので、10両のみの止まる部分には屋根がついていません。皆さん気をつけてくださいね。では少し観察しましょうか。
ということで、今回の動画はいかがでしたか？私的には何度見ても目を疑うような光景がたくさん見られたと思いました。今度は E233 系で再トライしてみたいです。よければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それでは発射を見送りってお別れとしましょう。ご視聴ありがとうございました。